9番の大沼貴之、3番の畠山、4番の長崎を連れて一気に前を切りました。1番の佐々木勇気は微動だにせず中段で、後方にあった5番の高谷が巻き返していきまして中段を死守します。2番の岩崎と6番の岡田、北日本勢は再び中断となりまして残り1周半、7番手となりました。1番の佐々木、マーク陣が地元勢です。8番の樋口と7番の永井、さあペースをつかむのは9番の大沼貴之です。今日も逃げている。そして7番手の位置、ホームでぐんとスパートは1番の佐々木ですが、8番の樋口若干離れ加減どうでしょうか。9番の大沼を強引に1番の佐々木勇気がねじ伏せました。追いついて8番の樋口と7番の永井、地元両者に3番手で、この間に5番の高谷と趣味がまくってくる。中段を伺って5番の高谷、7番の永井が止めにかかっています。そして2番の岩崎が追ってきましたが、1番の佐々木が先頭突き放した。2着争い地元勢佐々木勇気ゴールイン。